稲妻イレブン2脅威の侵略者ブリザード。さてと今日もやってこういないで、なんか BGM ないと変な感じすんな。今回ひとみこ監督に呼び出し食らったところからだよね。てかさ、このさこの絵がすげえ面白いんだけど、この壁山が主人公ですみたいな絵が。じゃあ早速やります。俺が主人公、遠藤守が主人公じゃ。やだこの BGM ないの怖い。これスタッフロールまで BGM なかったら俺引くからね。普通に風丸くんと分かり合えなかったことを気にしているのね。え、知ってたんですか。私は監督よ。メンバーの状態にはいつも目を配っています。うわうわ悲しい。なんかうわなんかすげえ悲しい。このパート始まってそそ悲しいな。風丸はずっと俺の大切な友達で相談役だったんです。そうだよな、ワンの時本当に最初陸上部、確かさ陸上部からサッカー部に来てくれたんだよね。そうだよね、確か。そうだよね、大門サッカー部を助けるために陸上部を辞めてうちに来てくれた。それなのに俺風丸の悩みに答えてやれなかった。だからせめてあいつが良くなるまで、良くなるまでここにいたい。あー風丸前回覚醒したと同時にボコボコにされて消えていったからな。そしてまた一緒に気持ちよくサッカーしたいんです、遠藤くん。そうだよな、ひとみこ監督大丈夫よ、絶対に大丈夫、風丸くんと分かり合えるわ。監督も誰か大切な人と意見が分かれて離れ離れになったことがあるんですか。忘れてしまったわ、そんな人がいたかどうか。わあなんか闇が深い。ひとみこ監督闇深いよな。うんか、もうバックステップしたじゃん今。 MJ マイケル・ジャクソンじゃねえかよ。あなたたちがサッカーをしているのを見てると兄のことを思い出すわ。いるじゃん気になる人。ひとみこ監督、お兄さんがいたんですか。お兄さんの話全く知らなかったよね。ええ、サッカーが大好きで海外に留学をしていたのよ。でもそのまま向こうで亡くなってしまったわ。そうだったんですか。不思議ね、こんなことを話したのあなたが初めてだわ。確かになんかひとみこ監督が自分の身内の話とかをこうやって話すのが初めてな気がするな。見るの遠藤ん？急に遠藤って言うの？誰？あ、びっくり。ああ！か、風丸！え？え？風丸？え、なんか、ごめん、俺、すごい、ごめんね、ちょっと喋っていい？てっきりさ、あの、救急車の救急隊員が似合ってしたじゃん。どっか違う場所に連れてって、もう帰ってこないのかと思っちゃったんだけど。え、え、なに？風丸くん？お前、もう良くなったのか？自分の足で立って。悪いな、連絡ができなくて。風丸いいんだ、あーよかった、大した怪我じゃなかったんだな。それじゃあ一緒に沖縄へ行こうぜ、豪炎寺を探すんだ。俺は行けない。え、すまないね、彼の検査にはもう少し時間がかかるんだ。そうなのか。でもよかった、俺お前の気持ちは分かってる、後で追いかける、先に行っててくれ。ああ絶対だぜ、待ってるからな。ああいいね、なんかこの本当に初期のメンバーとのやりとりなんだかんだ一番いい気がするわ。気持ちが分かるから、だからいやその意味深な感じやめろよ。さよならだ。ちょっと待って、展開についていけない。もうえ次ふぶきくん、ふぶきくん待って、ふぶきくんやめてね、急にさよならだって言うの。お前まで言うなよ。僕はふぶきしろ、弟の敦也じゃない。でもみんなが求めるのはフォワードの敦也の力、
ディフェンダーの僕じゃないんだ。いやー、ふぶきくんごめん。そうなんだよ。フォワードの敦也の力求めちゃってるんですよ。ごめん。どうすればいい？どうすれば？来た。お前が消えればいいんだよ。おい、ふぶき。ふぶきくん、どうやってこれ解決するんだろう。なあ、大丈夫か？うん。そうか。じゃあ行こうぜ。みんなお前のことを待っているんだからさ。うん。こっちの優しいふぶきしろうのが好きなんだけどね、あつやより。ただね、フォワードとしてのあつやの能力が高えからな。風丸さんも大丈夫そうだし、安心しておきなきゃいけるっすね。確かに。遠藤さん、俺、エイリアに勝てませんでした。まだまだ皆さんの足手まといになるかもしれないけど、でも、もっと強くなって皆さんの力になりたい。ジェネシスを倒したいんです。お願いです、俺を内門中のチームに入れてください。おー、正式のお願いか。ああ、もちろんさ、最初からそのつもりだぜ。遠藤さん、ありがとうございます。来たー、立ち向かい。ただキーパーはごめん、俺遠藤くん使いてえわ。キーパーは遠藤くん使いてえわ。強そう、うわ強いなこれ。絶対立ち向かいも、だってどっかで使わなきゃいけなくなる状況とかできればいいんだけどね。イベントとかで遠藤くんがフォワードに回るとか。頑張れよ立ち向かい。絶対にエリアバー倒してきんじゃい。ヒュー、俺んちも応援してるぜ。ありがとうみんな、いいチームだったね。気をつけていきんじゃい。大輔の魂は継ぐ稲妻イレブンの諸君。はい、校長先生もお元気で。さあ次は沖縄に行くってことか。まっすぐで本当にいい子たち。大丈夫、この子たちならジェネシスのようにはならない。私のやっていることは間違ってないわ。ヒロトもいいやつだったんだけどな。私はこんないい子たちを。なんだ。その頃、沖縄。これ来るんじゃない。うわ、なにこれ、びっくりした。急になんか浦島太郎ごっこでもやってんのかと思った。浦島太郎ごっこという名のいじめをやってんのかと思ったわ。おい、こっちだ。大渦に飲み込まれてた少年が見つかったさ。誰これ。これ豪炎寺ではないよね、さすがに。急に金髪みたいになって色黒になってキャラ変えすぎだもんな。クラブ行ってそうだもんな。なんかおい、あんた大丈夫ね。今すぐ救急車を。しっ、何か言ってるみたいさ。誰誰こいつ。炎の男が。炎の男、一体何のことさ。あ、来た。これ豪炎寺だと思うんだよな。なんか風でシュってめくれろ。お、スミス、スミス、逆から読んでもスミス来たよ。少しいいかね、君に話があるんだ。おお。ゴーエンジ、今どこにいるんだ。俺はこの沖縄で絶対お前を見つけ出すぞ。次回、燃え上がる爆炎、ゴーエンジ修也大復活。ゴーエンジ、サッカーやろうぜ。この次回予告で全て分かっちゃう感じやめろ。ただ今日はセーブしますから、そのまま行くぜ。やってこー、やってこー、今日はやってくよ、今日はやってくよ。このセーブで終わらないぜ。さあ進もう進もう。いやもう今回、いや待って待って、みんな、なんだこれ、なんだこの渦潮的なルギアいそうな。ちょっとみんな、今回絶対面白いだろこのショー、このショー絶対。うわもう感動しちゃいそう、今の次回予告ですら感動しちゃいそうだったからね。やってきまーす。大変だ、また海にでっかい渦が出てるさ。うわ、すっげえ。でっけえ。いや、語彙力ない実況者か。俺か。それにしてもあの渦、日に日にでっかくなってる気がするさ。きっと海の神様が怒っておられるのじゃ。おお、恐ろしいやー。おばあ、またそんなこと、ほら、ここに行っちゃ危ない。あっちへ行こうぜ。誰が何とどこで喋ってんのか全く理解できるんだけど。恐ろしいや、恐ろしいやー。
おお。誰？あ、誰かそこにいるの？ははは、いやもう誰なんだろう、この声やってるけど、これ合ってんのかな、この感じで。あー、出たー。何もう、何が、はい、誰？ふ、ついに完成したぞ。待っているがいい。え、これ誰だろう、これイプシロンの時にいたようなやつ見えるけど。ライモンイレブン。第8章、燃え上がる爆炎、豪炎寺修也大復活。豪炎寺修也大復活の漢字詰め詰め感すごいな。来た、全員集合。さあ今日この超マジで楽しむわ。豪炎寺、ボスがやるな、お前に。いや、ほんといつぶり豪炎寺に会うの。豪炎寺さんに会えたら俺ファイアトルネード受けてみたいです。そうか、でもあいつのシュートはそう簡単に止められないぜ。でもその炎のストライカーが豪炎寺ってやつと決まったわけじゃないだろ。あんまり期待すると違った時にがっかりするぜ。うしうし、まあ確かに正論だわ。でも可能性はゼロじゃないっす。きっと沖縄ですごい特訓をしてたんすよ。豪炎寺さんがいてくれたらどんな相手にだって勝てる気がするっす。まあそうだよな、最初の帝国との試合もそうだったもんな。豪炎寺君ってそんなにすごいストライカーなんだ。そうだよ、実力はもちろん、どんなピンチな時でも彼ならなんとかしてくれる、そう思わせてくれる頼もしさを持った完璧なストライカーだったわ。そっか、完璧か、すごいね。まあ久保木君も完璧だぞ。豪炎寺、俺は豪炎寺と約束したんだ、伝説の稲妻イレブンになるって。いや、これで豪炎寺じゃなかったらもうその今回のショーのタイトルを作ったレベル5俺は恨むわ。あいつは自分が足手まといになるから出ていくって言う。でもそんなの嘘だ、豪炎寺が自分からチームを離れるなんてありえない、きっと理由があったはずなんだ。なんで俺はそれに気づかなかったのか、ひとみこ監督が出てけって言ったのも一つの原因だと思いますけどね。遠藤君、豪炎寺は沖縄で一体何をしているのかな。それはあれだろう、エースの座を取り返すため特訓してるんじゃないか。でもそれならわざわざ沖縄でやる必要はありませんよね。ひょっとして誰かに追われてて隠れる必要があったんやないか。あー、なるなる。まったくニカさん、テレビの見過ぎではなくて、まあここで考えたところで答えが出るものではないだろう。分かってる、だから俺早く豪炎寺に会って話をしたい。そして今度こそあいつを助けたいんだ。あいつがいるならたとえ地球の裏側だって言ってやるぞ。うん、みんなで豪炎寺に、豪炎寺じゃねえや、豪炎寺くんにお帰りって言うのに。そうだよな、久しぶりに会って昨日ちゃんに急に豪炎寺って言われたら引くもんさ。豪炎寺くんね、そう、好きにしなさい。冷めちゃってなあ、クリマツから聞いたんだけど、豪炎寺ってやつを追い出したの監督なんだろ。そうなんだよ、その割にはやけにあっさりしてるな。し、小暮くん、ひとみこ監督、考えてることあまり口にしないから。でも監督もきっと何か考えがあってあんなことをしたんだよ。ああ、俺もそう思う。まあそうだよな、いい子たちって言ってたしな。よし、じっとしててもしょうがないよな。早速出発だ、待ってろ沖縄、豪炎寺。今やテレビもラジオもジェネシスのことで持ちきりじゃぞい。奴らは今までのエリアと違ってむやみに破壊はしないようだが、あの圧倒的な強さを見てやはりみんな不安なようじゃぞい。もうむやみの破壊しないだけでかなりマシだけどね。そうだな、はい、オッケー、行くか沖縄。ちなみに沖縄は行ったことあるぜ。レッツゴー、行く沖縄に。さて、行こう。何で行くのこれ。あ、沖縄が出てる、行くよ沖縄に。どうやって行くのこれ沖縄に。市街地、あ、船で行ったんだね。あ、着いた、早っ。着いてる、すげえ着いてた今。来
たー。うわっ、ザ・沖縄って感じする。ジ・沖縄って感じするわ。うわあ、もうこの完璧なる沖縄感、 BGM といい完璧な沖縄感出てきたわ。うわ、遠藤くん来て、海が見えるよ。海面がキラキラ光ってて素敵。ほんまえムードや。プロポーズの場所には持ってこいやで、ダーリン。プロポーズ、ひとみこ監督も来ればよかったのに。キャラバンに残ってるなんてもったいないですね。確かこの辺で豪炎寺さんに似た人を見たんですけど、こんなでっかい海を見たら泳ぎたくなるよね。エンド競争しようよ。いや、トーポさ、スミスから連絡来ねえのかな。え、でも何、急に水着のムービーシーンとか急に来たらどうしよう。水着なんていらないって。さあ泳ぎに行こうよ。あ、もうないね。はい、ストップ。トーポさん、これお前さん方、海に近づいてはならぬ。絶対こんな感じの人だと思う。絶対全然違う、おばあさん。うわ、なんだこの音。あ、遠藤くん見て、海に大きな渦が。あ、言ってたやつね、このルギア爆弾みたいな感じの。すごすぎだろこれ。明らかに合ってねえだろ、周りと。真ん中の闇の光がすごいな。あ、なんだあれ、不気味な渦だな。うわー、さっきよりも渦がでっかくなってるさ。お、あの渦のうねり、まるでお前さんたちに怒ってるようさ。いや、嘘つき、急に俺らになすりつけてんじゃねえぞ。お前さんたち一体何をしたのさ。恐ろしや、恐ろしや。え、俺たちさっき沖縄に来たばっかりっすよ。人聞きが悪いっす。あー、ダーリン、リカ超怖い。あの大渦は一体何なんですか。それが全く分からんのさ。あの渦は最近なんて突然海に現れるようになってさ、なってさ、あのさーの部分が俺気になってしょうがないんだけど、なってさーなのかな。なってさー、もう何でもいいわ。渦に飲み込まれて溺れるものもたくさん出てるから、とにかく近づくじゃないさ。まったく最近は物騒なことばっかり起こるの。この浜辺で炎をまとったような凄まじいシュートを打つ者も出るとかいう噂だし。来たよ、豪炎寺に一歩近づくぞ。え、炎、それって豪炎寺さんのファイアートルネードじゃん。いや、この辺でってすごいな、豪炎寺ファイアートルネードここで打ってるって。なんか波にタイガーショットを打つ日向小次郎並みだな。俺たち、そいつに会いたいんです。その炎の男のこと、もっと詳しく聞かせてください。なんで、あんたらは炎の男の知り合いね。はい、俺たちはあいつの、違います。炎の男なんて見たことも聞いたこともありません。もう、それならいいが、とにかくあの渦には近づくんじゃないさ。はーい、気をつけます。なるほどね。ありえん。ふはー、何するんだよ。どこトワホ、どう見てもあの人らは炎の男をよう思っとらなかったやろ。それなのにそいつの仲間ってやつがあるか。まあ、とにかくここに豪炎寺がいる可能性がさらに高くなったね。このあの人たちだけなのかな、沖縄自体が。その沖縄の人たちが豪炎寺をよく思ってねえのかな。震えてる。やべ、西野カナちゃんどうしたの、気分でも悪いの。おい、吹雪、あ、来た。大変だ、雪崩が。これではもう助からない。シロウくん、君の家族は。お父さん、お母さん。いや、これゲームだからあれだけど、とても そんでもない壮絶な過去だよね。アツヤ、悲しすぎるよね今普通に。おい、吹雪ってば。キャプテン、大丈夫か。顔色真っ青だぞ。うん、平気。あー、なんか大きいさ、出来事とか物音だったりそういうのに近づくと過去のこと思い出しちゃうのかな。もしかして吹雪くん、今の音で雪崩の事故のこと思い出しちゃったんじゃ。うん、違うよ、ちょっと気分が悪くなっただけ。もう大丈夫、平気だよ。本当ですか。
うん。それよりこれからどうする？ここでただゴーエンジ君を待ってるのも退屈だよね。そうだな、せっかくだしさ、この砂浜で特訓やろうぜ。日焼けしちゃうんやけど。お前は今でも十分黒いっつうの。キャプテン、本当に砂浜でサッカーするっすか？もちろん。足の自由が効かない砂の中でサッカーをするんだ。そうだね、ビーチサッカー的なね。コントロールがね、きっとすげえパワーアップできると。そうだよね、こうなんか足取られるとその分ね、筋力もつくからね。それに私たちがいること、ゴーエンジ君に気づいてもらえるかもしれないわね。そういうことだ。よし、早速特訓しようぜ。それじゃあ準備をするね。特訓したくなったら私に声をかけて。準備？あそこに、いや君変わった帽子。え、なん、ゴーエンジ会いたくないのか？待ってください。この子誰だ？特訓なんだけど、ちょっとぐるっと回ってくるわ。いやー、戻ってきた。ちょっとね、サイドバック抜けてることに気づいて、スカウトだったり引き抜きとかレベル上げをしてました。早速さ、やってきます。再開じゃあ、オッケー。いや、特訓始めるっていうか、今俺裏で特訓してたようなもんなんだけどな。頑張ってね、エンド。何すんの特訓って？そもそも特訓って何すんの？頑張ってみんな。やはりここでサッカーをすると足が砂に取られていつもより動きにくそうね。うん、いい特訓になりそう。まあ本当にいい特訓になるだろうな、ここだったら。うわっ、砂が目に入った。あーもうこんなに日焼けしちゃってるし、シミができちゃうんやけど。文句ばっかりだな、このライモンイレブン。まあそう思ってない人もいるみたいですけど。行くぞエンド。よーし来い、正義の鉄拳、今度こそ成功させてみせるぞ。パッと開かず、グッと握って、ダン、ギュン。あれ？ギューンって、トドロキさんかよ。あーまた失敗。あーギューンってギューンって言ったらトドロキさんしか俺出てこない。ごめん、ギューンだったらもう焦るな、エンド。究極奥義と名付けられた技だ。簡単には覚えられるはずない。あーヤッホー、誰だ遊んでるのは。絶対に誰かが遊んでるじゃないかよ。うん、今何か声がしたような。そっか、俺には何も聞こえなかったぜ。お、それより見ろよ、あれ、サンゴってやつだろ。初めて見たぜ。すげえな。小暮くん、あんまり海に近づいちゃダメって。やっほー。何これ？何？お、誰こいつ。あ、これ新キャラ来た。新キャラだ。そっか、沖縄ゴーエンジだけかと思ったけど、いるねー、こいついるね。もしかして、でもサイドバックって感じには見えねえけどな。まあ、見た目じゃ判断しちゃいけねえよな。うわぁ、もう本当にいきなり砂浜に来るな。よっしゃ、今日もいい調子だぜ。チャラ、チャラいな、こいつ。なんだ、海から飛んできた。おっと、勢いつきすぎたぜ。おい、お前サーフィンで突っ込んでくるなんて危ないだろ。あ、誰だお前ら。ここらじゃ見かけねえ顔だな。サッカーボールか。サッカーって砂浜でやるもんなのか。へっ、まあいいや、頑張れよ。全然興味なさそう。なんだ今のやつ。さあ、おい、ちゃんと謝れよな。俺様のシュートをくれ。あ、小暮くん、危ない、避けろ。あ、なんか見れそう。ほう、ほう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 。サッカー興味なさそうだけど、サッカーの能力自体っていうか運動神経が抜群にいいってタイプか。え、すごい、あの体勢から小暮のシュートを蹴り返したぞ。さっきのサーフィンといい、あいつ恐るべき身体能力だ。
ヒューびっくりしたぜ。急にボールが飛んできやがってよ。今のキックすごいな。お前サッカーやってるのか。これやってないよな絶対。あ、サッカーなんて一度もやったことないけど。一度も？なあお前サッカーやってみないか。あんなものすごいキックができるんだ。やってみたらきっと面白いぞ。ははは、冗談じゃねえ。俺はサーファーだぜ。サッカーには興味ねえんだ。それに今からちょうどいい波が立つ時間だじゃん。いい波って今は渦が出てるから海には入れない方がいいんじゃん。はっ、渦なんて海の大きさに比べたらちっぽけなもんさ。そんな問題っすか。こいつ仲間になりそうだな。なんかいずれでも戦うってわけじゃなさそうだよね。サッカーやってねえんだったら。ま、そういうことだから、じゃあな。ま、やらなくて正解だな。ど素人がいきなり俺たちについてこられるはずがない。煽ってる機動さん、あえて煽ってるな。何、いくら身体能力が優れていようとそんなにすぐにできるほどサッカーは甘くない。さっきの見ただろ、ちゃんと蹴り返したじゃねえか。あの程度でいい気になるな。おい、この津波様をなめんじゃねえぞ。激動さん、言い過ぎじゃ。ちょっと何か考えがあるんです。よし決めた、俺もサッカーやってやるぜ。軽いなノリが。まあまあまあ、そんぐらい軽い方が人生楽だろうけど。そう来なくて、俺は何にも縛られねえ。俺の進む道を決めるのはこの俺だ。そっか、歓迎するぜ。名前は？俺は津波。津波丈介だ。おお、津波から来てんのかな？津波丈介。よし、津波、練習だ。練習、ちゃんと練習してくれんのかな？あ、もう着替えてちゃんと練習してくれてる。すごい、結構真面目でいいやつだったわ。津波さんのキック力、やっぱりすごいですね。ふん、サッカーはそんなに甘くないよ。どうだかな、シュートを決めるぜ。あれや、こけちゃった。くそ、ミスったぜ。なんだ、口ほどにもない。キック以外は全然ダメじゃないか。ちくしょう、なかなか思い通りにいかねえもんだな。つまりタイミングを測れ。ボールは常に動いてるんだ。タイミングか。よし、うりゃ、寄せて引く。ボールは常に動いてる。波を待つのと同じスリルだ。おお、あ、津波さんが東子さんからボールを取った。やるじゃないか。あんたには負けないぜ津波。なんかええ感じやん。本当に津波くん、もうサッカーの気を。こいつ身体能力高いってことはかなり先発に入れそうだな。ちゃうちゃう、そういうことやなくって。見えへんか、あの二人の間に走るラブの炎が。ラブ、気をつけや。南国の男は火傷するで。はあ、何の話してんだお前は。2対2で引き分けか。いい勝負だったね津波。おう、どうだ津波、サッカーって楽しいだろ。ああ、それにお前らも面白いやつだ。気に入ったぜ。津波はこの島中学生っていう設定全て忘れてたわ。もう津波高校生に見えんな。おう、こっから東に行ったとこにある大海原中学のか。そっか、この島のやつなのか。じゃあさ、炎の男のこと知らないか。最近この半豆で炎のシュートを打つって噂になってるらしいんだけど。炎の男？さあ、聞いたことねえな。でもそいつもサッカーするんだろ。だったらうちのサッカー部のやつに聞いてみたらどうだ。そういうことか、その中学のサッカー部と戦いそうだな。そっか、サッカーをやってる人なら何か知ってるかも。ま、今日はもうあいつらも帰ってるだろうし、また明日にでも聞きに行きな。あ、サンキュー、津波。おう、じゃあな。お、めっちゃいいやつ。サッカーか。え、すげえいいやつ。早く仲間に入れたいわ。なん、いや、けったいなやっちゃったな。あ、でも悪いやつじゃないと思うな。あはー、マジで惚れたんか。は、次の日。いいやつだな、あいつ。よーし、早速お海原中ね。お海原中、お海原中、お海原中、何回言うんだろう。お海原中へ出発だ。サッカー部の話を聞いて今日こそ高円寺を見つけ出すぞ。お、行けるようになった。
よし、今日はこんぐらいにしとこう。楽しかったな。ちなみにまだ誰が仲間になったかは教えてないけど、次回に明かそうかなと思います。じゃねー。